電話。奥さんのことどうした？急に悪くなったらしいんだ。うちらお会いするたんびに嘘が重なるのね。うちの恋人はね、あの比叡山や。うちはいっぺんの色をあのままに染めてみた。伝統の都京都、美しい京染めの世界を背景に、一筋の恋に生きる女の命が限りない哀愁と美しさを奏でていく。偽れる清掃西陣の兄弟の吉村君三郎がここに三度描く京の女。この汽車に乗れた祇園さんのおかげかしら。え、なぜです？先生の一番がっかりしておやすときにおそばにいられて。はよはよはよ、もうお姉ちゃんいらっちゃう。はよして。そんなに動かれないのに。じっとしてるのに。せきっちゃん、この阿部さんは朝も寝ぼけやし、東京行ったら用仕込んであげて。まさか妻子ある人と恋愛するようなことはないでしょうね。岡本君はなんでうちの個人的な問題に対してそんな手やかく言わんならんの？僕のベアドリチェだからです。継承的な恋人と言った方がいいかもしれません。尊敬してるんです。子供？心配しとやるの。大丈夫です。たとえでけても自分の子供として育てますわ。きっとあんたに似て目がきれいどしやらな。キヨさん、僕は憎い。長田の祭地制作のもと、日本映画界最高のスタッフとキャストをもって情感豊かな色彩で描き出す現代の恋愛心理。忘れた、忘れられるもんならこうしていても愛とって愛とって。する女心の激しさ、怪しさ、美しさを絢爛たる大映カラーの色彩により心に食いまでに描く文芸巨編夜の川。夜の川。